字幕付きの動画は後日あげます。字幕のエフェクト、重すぎる、終始人端が何言ってるかわからないのでご了承ください。やめとこうか。ごめんなさい、よかったですか、急につないで。急に来るからびっくりしちゃった。またごめんなさい、もくもくしながら来てる、失礼なことしてる。あら、ここ場所が違いますね。ケンさん、ケンさんにいいの、もう金子さんって言った方がいい。それもケンさん、何でも大丈夫です。何でも大丈夫、ケンさんとケンさんの素晴らしい人生の言えてない。皆さんお邪魔します。クッキーラッキーウッキー、頭かじるからのクッキー仁王立ち。ごめんなさい、これをあのワン長くて申し訳ない。そうそう、あのお昼、はいはい、あの応援してくださったジンタンです。はい、あ、ジン、あ、ごめんなさい、あ、そうか、逆になるのか。そうです、金子さんです。あ、見えない、手がなかった、手が見えない。金子さんですってみんな知ってるか。すいません、5分喋るでいいですか、また、はい、20分まで時間チケット、何喋るんだ。いやいや、そうそう、時間あの制限した方が、あのリスナーさんと多分なんかいつも読み上げられてるからお邪魔かなと思って。ハートミータッチミードンタッチミー、触っちゃねえばゲロ。はい、ごめんなさい、あ、ケンさんに言ったわけじゃないよ、ケンさんに言ったわけじゃない。はい、今日その子どこ、おしゃれ、これも部屋じゃないですよね。今出張で沖縄来てるんです。あ、ハイサーイ、ナンクルナイサー。ごめんなさい、うるさいですよね。大丈夫ですよ。俺何聞こうかな今日。あと20分もあれいいですか、時間もらって。え、20分、23時20分。ちょっと顔出します。顔出します。ちょっと煙が、ちょっとまた心配なんで。大丈夫かな？はい、失礼します。今何飲まれてるんですか？ウォーター？お水。お水。いいですね、お水。酔う水じゃなくて水ですね、普通の。はい。なんかおしゃれですね、そこ。沖縄のひょっとして別荘とか持たれてるんですか？別荘もございません、みたいな。別荘もございません、みたいな。そうです。しかも、スプリーム好きですか？スプリーム。うん。僕はこれ、僕は今切ってるのを、ある人が書いてくれたんですよ、ボールペンで。結構これ、いくらに見えますか、これ。いくらに見える？はい。ちょっと、結構生地めちゃくちゃいいっす。いくらだったら買いますか、ケンさんだったら。これ。いくらだったら、もう、その内容がわかんないけど、デザインはかっこいいと思います。かっこいいでしょ？で、これ、ボールペン。一本で書いてるんですよ。まあ、赤と青も使ってるけど、これすごい才能がある方が書いてくれて、結構いいです。まあ、これ1万7000なんですけど、僕は安いと思いましたね。これは。1万7000でも。はい。記事もめちゃくちゃいいんで、はい。もしよかったら探してみてください、ケンさんも。違うか。それは無理だ。すいませんね、急に。何の話を、やべ、あと4分、な、3分しかない。はい。帰って僕しか喋らないとダメです。ケンさん僕の情報わかんないんだから、そうだよね。そう。ボディーブルーのイベント授業っていうのはどういうことを やられてるんですか？あと3分しかないけど。はい。いや、まあ、運営なんで。運営借りて。プロレスとかもイベントだし、そういうことじゃなくて。まあ、そのフィットネスやったりとか。フィットネス。あ、主にじゃあフィットネスやられてるんですね。はい。もしあれやったら、ケンさんが良ければなんですけど、同じボディービルダーというか、マッスルな人がいるんですよ。ジムのトレーナー。うん、今度来た時ご紹介してもいいですか、その方。マッチョな。いや、マッチョな。まあ、その人が俺を紹介してほしいか分かんないんで。聞いてみます、もちろん。聞いていいよって言ったら、連れてきてもいいですか、お邪魔ですか。どっちでも。多分、英会話もべちゃべちゃペラペラで。はい、その方。僕は全然ペラペラじゃないんで。やっぱり大丈夫、大丈夫。僕もペラペラじゃないけど、なんとかコミュニケーションを取れます。Where you from? って聞けばとりあえずいいです。真っ先に。あ、外人の人？いや、外人じゃないです。でも、海外が長いから、日本語のことをあまり知らないんですよ。日本人だけど、海外暮らし。要するに、海外に住んでたから。もちろん、いやいや、喋れます、喋れます。日本語は喋れるけど、あまりラグイとか、例えばラグイとか、最近の言葉？そんなの使わない、大丈夫です。使わないな、僕だけだったら。それだったらいいかもしれない。まあ、ケンさんが嫌でもなければ、急に全然知らん人が上がってくるんで。嫌とかじゃなくてよくわかんないです。まだ。わかる。まあ、話が合うかなと思いました。トレーナー同士。はい、僕トレーナーじゃないですか。トレーナー、どっちから教わってる側ですか？僕は運営ただしてるだけなんで、別に。あ、ただ運営してるだけなんですか？そうなんです。運営というのは、イベント授業というのは、あんまりパッと来なくて、例えば、コンサートだったりとか。いや、だからコンサートでもプロレスでもなんだけど、運営するんだったら、会場借りて設置するわけだから、それが運営です。はい、出る側。そういうことですね。
わかりました。裏方をやられてるってことですね、今。わかりました。申し訳ない。ちょっとお時間、もうちょっとあと1分なんで、そろそろ、だからあんまり盛り上がらなくて申し訳ない。僕の話が足りない。盛り上がらなくて大丈夫です。大丈夫ですか。すぐ、これも動画に上げていいかな。いや、もう、どうぞ。あそこはいいと思って言ってくれますいいです。なんかちょっとあまり話が噛み合ってないんで、業務も僕も。全然ちょっと もっとなんかナチュラルで全然大丈夫です。普通の、ね。本当ですか。僕が、あれ、ハートビーダッチミー、ドンダチミー、サートリーバカイロごめんなさい。喋ってる最中。はい。じゃあお時間が来ない。来てない。はい。じゃあ最後に、じゃんけんしましょうか。最初はわけかんねこれ。最初はグー、じゃんけん。はい。はい。じゃあ、ちょっと楽があるんですね、やっぱ。最初はグー、じゃんけん、ほい。勝ちました。僕今日一日笑顔で過ごせます。ありがとうございました。すみません。すみません。金子健さんと金子健さんの素晴らしいリスナーの皆さん、本当申し訳ない変な話して お邪魔しました。素敵な時間をありがとうございます。すみません。デヘペロ。デヘペロ。やばいやばい。金子健さん。コラボありがとうございました。